はいえー、ドルストレートの方もね、えー、週末、えー、特にね、ユーロドルに関しては、一旦戻っていたところからね、えー、コロナウイルスの感染拡大、ロックダウンの可能性ということでね、大きく下げた。まあ、その他の通貨はね、えー、リスクオフでございますので、えー、ドルの方が強かったがゆえにですね、えー、ドルストレートは下方向に下げて、1週間がクローズされているというところでございます。 それでは先頭バッターのユーロドルから見ていきたいと思いますが、下落トレンドでございますね。1時間足でデイトレの基準で見ていくんですが、1週間のスタートはこちらですね。ここの部分ですね。1.1450。この辺りからスタートしました1週間でございました。この辺りからのスタートですね。いきなりですね、月曜日のところで移動平均線を割り込んで下落 そしてもう移動平均線が右下下がりなので反発しても陽線、陰線で下落。 反発しても陽線陰線陰でで下落とということでねまあ水曜日ぐらいまで下落が続いていたんですが、水曜日のヨーロッパ時間以降、ですね一旦この移動平均線を越えてサポートが入り始めましたので、移動平均線の上側で陰線、陽線、陰線、陽線ということでね少しばかり上昇トレンドが見えてきた矢先にですねラガルド発言によって1回下げたと思いきや、欧州のコロナウイルス感染拡大により一気に下げる。そしてリバウンドがあったものの最終的には 移動平均線の下側で陽線、陰線がまたもやね出てしまったというところでえこちらの方がえ1週間の安値付近で終わってしまったということでちょっと強気相場には見えないなというところでございます。ということでねえまずえ1週間来週1週間の初動に関しましては移動平均線これからも上から下がってきますのでえしっかりと移動平均線の下側で陽線から陰線に切り替わったところではショートを狙っていく。 これはね、前のクロス円でも同じようなことをお話ししましたが、まずね、移動平均線が右下下がりで、その下側でね、要線陰線はやはり順張りの戻り売りのね、ところにな,るなろうかと思いますので、しっかりとこの1.13を超えれずに、移動平均線の下側で要線陰線であれば、ショートを取っていただければと思います。 えここね、えー、直近の安値を割り込んでしまいますと、ちょっとね、やばいような形。冷やしを見ていただいてもですね、えー、直近の安値抜けない。もうちょっとね、伸ばしてみますと、まあ、こんな感じでね。 はい。壮大に下がっている中で、次はね、1.12ぐらいまでまたね、真空地帯が広がっているという形でございますので、まあこうなりますとね、なかなかロングは取れないかなと。一気にオーバーシュートの可能性はありますが、1.12は付けに行くパターンが大きいんじゃないかと思われます。 1.12の方はね、過去のレジスタンスライン、サポートライン、ここもサポートラインですね。まあ結構硬くなっておりますので、一旦は1.12ぐらいで下げ止まる可能性はありますが、逆を言えばね、そこを目標に下げてくる可能性は十分にあり得るかなと思いますので、ちょっとね、久々のこちら、ユーロドルの1.13割れてきておりますので、ここはね、ロングというのは、やるのはちょっと考えていただいて、 待っていただきながら、まずは下目線で見ていただくのがよろしいかと。そして、ロングを取るんであれば、移動平均線及び1.13を抜けた後ですね。こちらも図で示していきますと、一旦は勢いよく抜けて、1.13と移動平均線を抜けた後に、この上側でサポートが入った場合ですね。 ここでロングを取ることができるかな。えー、そうすると移動平均線の方は、まあ、下がってはきているんですけど、横ばいから右肩上がり。まあ、こういうパターンになったらロングを取ることができる。まあ、前回もね、えー、ここの辺りでロングが取れたと思いますが、ただね、やっぱり今までの下落トレンドが急に変わるかといえば分かりませんので、えー、このような形でね、1.13の上側で陰線要線で受けて、 これはロングが取れたとしましても、最終的にはこの移動平均線の下側でね、ストップロスをかけていただくというところはね、必要になろうかと思いますので、このあたり、ロングを取った場合、 まあ、安値をね、すぐ更新してくる可能性がありますので、ロングでもやはりストップロスは必須ですよというところがね、必要になろうかと思いますので、こちら、まずは戻り売りのショート狙いでございますが、ロングを取る方ももちろんね、ストップロスは必須ですよというところ。基本的には1.13の下側での要線、陰線でショートを狙っていくところを基本路線としながら、1.13の上側で陰線、要線だとロング。しかしながら、ストップロスは必須ですという形でございますので、こちらね、皆さんの相場 感もあろうかとと思思いいいまますすが参考にしていただければと思います、はいえー、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続いて、ポンドドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドドルの方は、えー、大きく見ればね、レンジ相場でございます。基本的にはね、ポンド円の時にもお話をしたんですが、えー、経済指標がね、3回大きなものがありまして、まあ、失業率だとか、えー、CPI、消費者物価指数と、 あとは、えー、今度何かありましたっけちょっとね、えー、振り返ってみますが、イギリスのところで、えー、見てみますと、先週は全部良かったというところでございますが、 はい、まず失業率が良かったというところと CPI が良かった。あと小売売上高ですね。ま、すべて予想よりも良かったというところで、ポンドはね、非常に強めですね。失業率は4.4に対して4.3。そして、こちら CPI に関しても予想よりも上がっている。小売売上高も予想よりもいい結果が出ているということで、かなりね、この3回の、この、 まあ物価の件と交流利上げ高もね、まあ経済活動に該当しますし、あと雇用の件ですね、失業率の方も良かったということで、まあそういったところからね、非常にポンドの方は利上げ圧力が強まったということでね、特に月曜日といいますか水曜日ぐらいからね、ポンドドルも大きく上がってきたというところでございますが、ただね、こちらの方も、 金曜日のコロナウイルスの感染拡大のリスクオフを受けましてですね、ストンと落ちてしまったのが残念でございます。まあこれ本来であればね、チャート的には1.35で高値止まりしておりましたので、まあここをね、ブレイクするというようなね、読みをしていた方も多いと思いますが、ただね、何が起こるかわからないのが相場でございますね。一気に下方向に下げてしまいましたので、まあそれはそれでね、考えていく必要があろうかと思います。 基本的には来週はですね、1.34から1.35、このレンジ相場を、ね、基本的には想定しております。今週も振り返ってみればね、スタート地点のこの1.34と上の1.35ですね、このレンジ相場でございましたが、まあ他の通貨と言いますか、他のリスクオフに巻き込まれて1.34、ここね、サポートラインしっかり入っておりますので、まあここまで下げる可能性もありますが、ここはしっかりとね、1.34付近で陰線から陽線になったところではロング。 逆張りを取っていただくそして上方向に関しましては1.35。ここね、えー、抜けたら早いんですけど、ちょっとね、これダブルトップ気味に。 抑えられておりますんで、そう考えますとね、一回はレジスタンスが入るかなというところで、要線から陰線が1.35付近で起こった場合は逆張りのショート、えー。合計ね、100ピプスのレンジでございますが、30ピプスずつぐらいは取れるんじゃないかと思いますんでね。まあ、このあたり、一、えー、回ずつぐらいはこのレンジ相場内で、 陽線陰線、陰線、陽線,線で、えー、30ピップスほどね、逆張りで取れると思いますが、まあずっとは使えませんのでね、えー、週の後半ぐらいにもしレンジブレイクすることがあれば、1.35の上側で抜けてからのサポートがあった場合、そして1.34を、えー、下方向はね、ちょっと考えにくいですが、まあ、えー、相場は何が起こるかわかりませんので、下方向で一気に下がってしまって、その下側で陽線陰線ができたところ、えー、こういったね、最初はレンジ内で一気に 一回は、一回ずつは、陽線陰線陰線陽線で逆張りが使えると思いますが、週の後半で、これね、抜けて、上抜けて、サポートが入ったらロング、下抜けて、レジスタンスが入ったらショート。こういったところをね、週の前半と後半で分けていただくというところがね、必要になろうかと思いますので、しっかりとこのあたりは、まずは、こちらのレンジ相場の逆張り、そして週の後半は、レンジブレイクのね、後の、え、ー トレンド方向ですね。そこについていくという形でよろしいかと思いますので、まあ、ポンドドルは基本的には強気でございます。1.34割る可能性は低いですが、えー、ただね、それで今のところ予想してポジションを取るのは推奨しませんのでね、しっかりとこのプライスアクションを見ていただいて、ポジションを取るようによろしくお願いいたします。はい。以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、続いて5ドルベードルの解説に入っていきましょう。 はいゴ、えードルベドルの方は、まあゴードルはね、えー、こちらはニュージーランドと比べて同じオセアニア通貨の中でも資金が吸われております。えー、利上げはね、えー、こちら先進国通貨のクロス円でもお話しましたが、ニュージーランドドルの方は来週は、えー、おそらく利上げをするだろう。そして、えー、オーストラリアの方は2024年まで利上げができないだろうというところからね、ゴ、えードルは弱い状況。 そして対ドルでもね、ドルよりも利上げが遅いだろうということで下げてしまっている。しかもテクニカル的にもですね、今週の頭のところ、月曜日から火曜日にかけまして、ダブルトップが出てしまいました。こちらの0.7350を超えたところから割り込んでしまって、 ネックラインもあるんですが、ちょうどネックライン付近で陽線陰線出ちゃいましたね。下側から戻ってきた時なんですが、こちらで陽線陰線が出てしまいましたので、ネックライン割れからのレジスタンスですね。 えー、レッグラインでサポートが入っていたんですが、割り込んでからのレジスタンス食らったので、下落トレンド、えー、その後もですね、えー、下がってきました移動平均線、このあたりで陽線陰線が出てしまって下落、一時はね0.7250で、えー、サポート入っていたんですが、金曜日の、えー、こちらもね欧州のコロナウイルス感染拡大によって、えー、一気に下げてしまう、戻ってきても下がってきた移動平均線に押されて、えー、こちら1週間の安値付近で結局終わってしまった。 えー、このような一週間でございましたので、やはり弱気目線で来週のスタートは切るんじゃないかと考えております。えー、そうなりますとね、えー、まずベーシックな考え方から行きますと、移動平均線、これからも右下下がりで下がってきますので、ここはね、もう何度も動画を見ていただいている方はお分かりだと思いますが、移動平均線と0.7250、ここね、えー、サポートラインと、 レジスタンスラインがありますね。この下側で要線から陰線に切り替わるところがあれば、ここは絶好のショートのチャンスかなと。くれぐれもね、こちらが相場がね、下方向にあるから。 かなり売られてきたから、逆張りのロングということではなくて、しっかりと移動平均線の下側で陽線陰線。まあこれもね、過去に陽線陰線、陽線陰線ということでね、移動平均線が右下下がりの時には、ここのね、ところがまあ6割から7割の勝率があろうかと思いますね。まあこういったところではしっかりとショートを取っていただく。そして、ロングを取る場合に関しては0.7250。 ここを上抜けてからのサポートで、ロングも取れることは取れるんですが、ただね、このあたり、今残されちゃってるロンガーさんたちがいますので、売り圧力が強いというところと、あとここのところですね、0.73のところ、過去のレジスタンスラインもありますし、ここの直近でもね、ダブルトップ気味のレジスタンスラインもありますので、少し0.73を上回るのは難しいかなということで、そこまではうまみがない。 むしろね、下方向に行った場合は、少し縮尺を変えていきますがえ、冷やしまで持っていかないといけないかな。はい。こんな形でね、えー、ほぼ真空地帯で下げる可能性があって、一気にね、オーバーシュートで下げる可能性がありますので、まあ、そう考えていきますと、やはり、えー、ショートの方が効率よくね、稼げるんじゃないか。直近の安値を抜けた時には、スコーンとね、下がる可能性がありますので、やはり0.7250、そして移動平均線の下側で、要、えー、線、陰線。 ここを基本軸にしていただければと思いますので、こちらの方を参考にしていただきながら、ロングの方はね、なかなか伸びるのが期待できない。その言葉、その根拠としましては、やはりね、ロング勢がこの下落相場でかなり取り残されてしまっているというところがありますね。 大きな下落トレンドがあって、ロング勢が取り残されているというところがありますので、ちょっとね、この戻ってくる時には売り圧力が強いかなと考えておりますので、5ドルベードルはできればまだショート目線ということ。0.7250の上がでね、サポートが入れば、まあロング取れるかもしれませんが、上値は重いというところでございますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。 はい。えー、以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、えー、最後にですね、新広告通貨とゴールド相場について解説をしていきますので、えー、まずはね、新広告通貨見ていきましょう。